さて皆さん、お待たせいたしました。ここでは、はい、本日2回目ですね、親指プリンセスのステージが今から始まります。1回目のステージ見てない方もいらっしゃると思うので、ここでもう一度親指プリンセスさんのご紹介をさせていただきます。2012年に結成された石川県初のご当地アイドル親指プリンセス。北陸を元気にするため、県内各所のイベントはもちろん、全国のテレビ番組やアイドルイベントにも積極的に参加されています。本日はなんとほぼ全メンバーが登場いたします。ほぼってとかみそですね。ほぼ全メンバーが登場いたします。それではよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。石川県のご当地アイドル親指プリンセスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずは1曲目、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。はい、手拍子を一緒にお願いします。キラキラ。Oh, oh, oh.
を曲げた形が石川県の形に似ているので親指に接しております、はい、覚えましたか？覚えてじゃあ地元です。地元ですね、うん、こうやって呼んでもらえるの嬉しい。はい、嬉しいです、はい、ありがとうございます。あ、そしてあの、はい、ここ の, あのプロレスのリングの設置で、ね、5時から5時あのプロレスがあるみたいなんですけど、プロレスといえば私たち9月27日に、はい、あのレッスルワンという、はい、武藤さんのプロレスの、はい、そこに出演することが決まりましたので。そうですよ。しかもあの観覧一緒にできるということで、そうなんです。一緒にあのもうチケット買った人とか見に行くってある人、うん、はーい、プロレス見に行くよ。あ、全然、 あ、 そう、ね、あ、 ありがとうございます。全然いないじゃないですか、ね、せっかく一緒に見に行きましょうよ。そう、一緒にね、プロレスを観覧できたので、はい、親プリシートっていう、 あの、そう、特別シートも今あるんで販売していますので、うん、ぜひ一緒にプロレスを見に行けたらなと、はい、思います。はい、はいはい、この後今販売してるので、この後のグッズ販売の時にも、うん、あのチケット販売してます。ぜひ一緒に行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どんどん曲で皆さんを盛り上げていきたいと思います、ね、まね、でもね、全然恥ずかしがらずにおいおい声出して。そうね、その前の人がね、こちらの人 ね結構顔見知りの方が多いので、そうですね、ね、いつものようにやっててください。はい、それではいきます。はい、ピュアプライド。
ろうと思うんで、いっぱいいっぱいになっちゃった、うりゃおい、うりゃおいとか手拍子など、ね、はい、皆さんいっぱい声出して盛り上がっていきたいと思います。はい、それではいっちゃいましょう。 We are LOVESEGIRL。
除雪魂と書いてあるんですけど、あ、ちっちゃい友達もありがとうね。ありがとう。はい、この除雪魂は、はい、あの北陸雪が降るじゃないですか、はい、でその降り積もる雪を困難に見立てて、どんな困難も駆け上げて前に進んでいこうという思いを込めて私たち日々頑張っています。はい、はい、そんな私たちですけど、はい、10月27日にメジャー第2弾の CD を発売することが決まりまして、決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でそのタイトルが除雪魂ということで、そうなんです。ちょっとコンセプトとCD のタイトルを書いて、そうあのすごい本気で今あの売り出し中なんですけども、はい、前回あの1回目に出した CD なんですけど、はい、ですね、うん、それがあと5000枚で、はい、オリコンウィークリーランキング23位だったんですよ。はい、そうなんです。本当にそれもありがたいことなんですけど、はい、今回は今回あの1万枚が目標で、はい、オリコンのウィークリーランキングで10位以内に入ることを目標にしています。目標にしてます。はい、絶対ね、頑張ればあの入ると思うの で、ね、はい、この石川県からこの、はい、私たちがこうオリコンの10位以内に入ったことが、はい、あのまた新たなこう石川県での、うん、なんか注目とか、ね、そう、注目とかの浴びる、うん、あの新しいあの武器になると思うんで、石川県としての、はい、皆さん、うん、あの地元の皆さんと一緒にそれを掴み取りたいと思うのですが、あの1万枚ってすごい、もう本当にちょっとや外だ、ちょっとじゃあ届かない数字なんで、本当にあの皆さんの協力が必要かなと思います。だからあの本当に時にかくもう何でもいいので、この後 CD、はい、あの買っていただけたらなと思います。買ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今言った通りメジャー第2弾のシングル、あの2曲続けて歌いたいと思います。聴いてください。結果要領夏届けるか最後時代見た目で決めつけるな幕はかぶ今宵は夜
この機会にまたもう一枚どうですか？お買い求めください。